依然として逃げ以外の決まり手が多く飛び出しています。短期決戦の初日の戦い、迎えるカードは第8レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇梶原忠、2号艇柴田恭介、3号艇小野恭平、4号艇菅文也、5号艇沼田博人、6号艇品川健二、以上6選手の対戦です。やはり注目は4枠での登場、地元の菅文也であります。前節の唐津の中年は優勝戦惜しくも伊勢宮市ということになりましたが、異次元の伸び足でシリーズを大いに席巻いたしました。今シリーズ全県の第一声はファンの皆様にご迷惑をおかけいたしました、すみません、申し訳ございませんという一言でありましたが、すでに気持ちは切り替えてこの地元の一般戦に臨んでおります。4号艇菅は4コース角チルとは一度にしての戦いということになります。絶好枠の梶原忠がインコースの進入、ワーストエンジンなんとか一矢報いたい1号艇梶原、2コース2号艇柴田恭介、3号艇小野恭平が3コース、ここまでがスロー、4号艇菅4コース角、5コース5号艇沼田博人、6号艇品川健二6コース、引き続き安定版装着第8レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。高枠の2人、1号艇梶原、2号艇柴田、両者がスタート優勢、しかし角から散ると一度出ていく4号艇菅が一気に飲み込んでいくか、くるっと内側、1号艇梶原忠でバックスレッジ入ります。先頭争いまくった4号艇菅、しかし内側からこらえているのは1号艇梶原忠、3番手からは6号艇品川健二もぐいっと伸ばしてくる。第8レーススタート正常です。一周にマークは1号艇梶原トップでクリア、ここも握って回る4号艇菅文也、つけまい観光ホームスレッジに入りますが、立ち上がりどうか、1号艇梶原忠こらえているが、握った4号艇菅文也が外から判定し覗かせる形、1号艇梶原も内側からへ先を残す格好も、チルト一度伸び足は4号艇菅が優勢か、2周1マークは絞り込んでくる4号艇菅文也、くるっと内側1号艇梶原忠ですが、ここで突き放した。3点進リードは4号艇菅文也、1号艇梶原忠2番手、6号艇品川健二3番手、4番1番6番の体勢、後方3号艇5号艇2号艇が続きます。今度は3番手から6号艇品川健二が1号艇梶原忠を捉えるか、内側潜り込んでくるが大きく回ってかわしていく1号艇梶原忠、ホームスレッジに入ります。再び2番手リードを広げた1号艇梶原忠、上位体系4番1番6番、最終周回に入っています。スタートこそ一定新前後でありましたが、スリットからパワフルな伸び、4号艇菅文也豪快角まくりでの勝利ということになりそう。3周1マークから向こう上面、そして踏ん張りました1号艇梶原忠が2番手、6号艇品川健二3番手、4番1番6番、今度は4番手から5号艇沼田博人がじわり迫ってくる。その差は2停止半まで来たが、3番手争いどうなるか、最終コーナーに入ります。先頭は4号艇菅文也、1号艇梶原忠2番手、6号艇品川健二の内、角度よく差してきた5号艇沼田博人、3番手5号艇6号艇並んだか、先頭4番菅ゴールイン、2番手1番梶原、3番手はどうか、5番6番接戦でゴールイン、3番小野ゴールイン、ラスト2番柴田ゴールインです。